どうもだるいもんです。年末に入ってからろくなことがありません。11月に入ってから事故に遭い、12月に入って車の調子が悪くなり、そして身内に不幸があり、そして今日ジムニーのお供が行きました。通勤途中だったんですけど、ただいまレッカー待ちです。なんかオートマの何かが行きました。ギアが全くどこにも入りません。困りました。なんか最近ろくなことないですね。困りました。まあしょうがないです。はあ、レカ来ないかな。早く来てくれ。ジムニー君、何かが行ってしまいました。困ったもんだ。通勤用の車は今買い替えのあれで納車されてないからないし、ジムニーもなくなってしまい、さてさて私はこれからどうしたらいいのでしょう。ジャフ来た。やっとジャフ来てくれました。ろくなことはないけど大山は綺麗ですねなあ。さてと帰りますか。カモが寝ながら流れてる。山が綺麗です。湯気が、川から湯気が結構出てる。カモがすごいね。うん、ふぅ、寒っ。この川汚い。うん、伊勢原の川みんなこんな感じで汚い。なんか前ここ木でなんか作ってあったよね。あれ、なんか今度は魚になってる。タコとか、タコ、シャチ、違う、シャチ、あの熊の実、あれなんだろう、ピンクのイルカかなんか。イルカの前にもなんかいる、うん、いるよね。うん、なんだろう、なんでしょう。うちのジムニーが、はあ、日が昇ってきました。うん、猫じゃらしもいい感じに撮れてるのかな、これ。